ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪岡です。高橋です。はい、今日はカスタム紹介。カスタム紹介、はい。2人がスーツなのはちょっと気にせずに、はい、ちょっと今日はいろいろありましてスーツです。はい、はい、すいません。まあなんかスーツの方がねパリッとはしてる、はい、しますね。すいません。そして、はい、今日ご紹介するのがこちら、フライングスパーですかね。はい、現行のフライングスパー W12。 W12 の方、はい、です。で、もうでもなんか最近フィットになんか4台ぐらい入ってたりとか。そうこの前4台フラスパー入ってて全部作業してて、はい、全部現行っていうですよね。で、2台フルマンみたいな。そうそうそうそんなあの大阪店で今フィーバーしてる、はい、フラスパーなんですけど、今回あのいつものあの他のお客様 の某会長様から。あ、会長様、はい、うん、あのいつもマックカードとか、はい、モスカードとか大量にくれる会長から、はい、あのお車ごとご利用いただきまして。なるほど、はい。で、まあ、うちにあったあの在庫車のシルバーのフライングスパーをご制約いただいて、はい、で、まあ、あのお菓子用で、うん、いつも通りカスタム。そう、ノーマルのわけないですもんね。そう、赤塚かっこよくしといてよみたいな。はいはい、はい、うん、なるほど。っていう感じで今回ご依頼いただいたので、じゃあ説明していきましょう。お願いします。はい、まず、はい、まあこのグリルとかこの辺ヘッドライトのとか、はい、あとボンネットマスコット、はい、この辺りを全部、もともとメッキでした。あ、そうなんですね。うん、メッキやったからこれを全部グロスブラックに。なるほど。いや、ブラックラインスペックかと思いました、ね、そうそうそう。で、あれの仕様になったら、はい、なんかね、メッキの場所となんかほとんど黒になるんじゃけど、はい、なんかエンブレムだけメッキのまんまやったり。あー、うん、なるほど。今回はもうまあボディカラーシルバーとグロスブラックと、はい、あとまあこのカーボンエアロ付き、うん、はいはいはい、うん、だからまあまあその3色ぐらいでちょっとまとめて普段乗りできる。なるほど、うん、さらっとカスタムで。そう、めちゃくちゃいかついですもんね、うん、パッと見も、うん、いかついフラスパノーマルでいかつい、うん、で、まあ、まずじゃあこの前回りをそのペイントとラッピングをこう、はい、もう任せて使い分けで。なるほど、うん、もうラッピングできるところはもうラッピングで。そう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 、だからフロント回りじゃったら飛び石にね、あのパンと飛び石食らうと塗装割れてメッキ出てきてもダサいから、はい、あのラッピングしたりとか、はいはい、貼れないところはペイントにしたりとか。なるほど、うん、をさせてもらってます。はい、で、これあのフライングレディじゃなくない？で、これをちゃんとあのいつものこんな感じで、はい、光るように光るやつ、これな、はい、こんな感じで蓋の部分も塗ってます。なるほど、閉じてる時ももう真っ黒ですね。ここにペン取れ、はい、いや、ここはさすがに塗りで、で、こんな感じ。なるほど、はい、はい、じゃあホイール、はい、会長最近もうあのホイール何入れよう、ホイール何入れよう、もうで、そんな中でも最近お気に入りが1221、はい、はい、で、今回1221の R5995、はい、はい、うん、の、22インチ、はい、で、これ、AP2X、 AP2X、うん、あのそうそうそう、ここが穴が開いてる、ね、でもこれちょっと特殊です。あ、そうなんですね。っていうのが、はい、これね、まあこの車重たいと、はい、うん、で、車重に耐えれるように、普通これ全部に穴が開いとると思うんやけど、はいはいはい、これねハーフなんや。あ、ここ開いとってこっち開いてなくて、ここ開いとって、ね、こっち開いてなくて、はあ、そう、ちゃんとそのあたりも考えてやってるんですね。そうそうそう、言ったらあのフライングスパーとかコンチ GT の車重を考えると、はい、まあ全部にそのポケットを開けちゃうとちょっと強度的に厳しいと。なるほど、うん、ということで1221がここハーフでちょっと埋めてもいいかっていうことで。へー、
でそれで埋めてもらって。なるほど。実はちょっとまあちゃんとしてるメーカーじゃし、そうですね、うん、そうそうそう、ホイールやっぱり割れたとかなるとね大変ですよね、うん、過去にロールス用の1221頼んだら、はい、まあ、今回ちゃんと言ってくれたんやけど何も言わずに穴埋めてきたことがそれ言ってねって言って、まあ、そっからちゃんと言ってくれるよ。なるほど、うん、まあ、今回その1221で、はい、あのカラーも合わせて、まあ、贅沢にグロスブラック、グロスブラック、うん、だからもうモール類とか今回ブラックアウトしたに合わせてグロスブラック。なるほど。でキャリパーも、まあ、元々黒やったから、はいはいはい、うん、一応もうシンプルに、そうですね、うん、仕上げさせてもらって、はい、シンプルですけど、うん、まあでもかっこいいですね本当に。そう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 、まあ結構ねコンオフセットの関係でコンケーブが全然ねベントレーってできへんのやけど、はい、変更は、はい、まあでもあの後ろはもうちょっとねコンケーブできてるし、そうですね、うん、まあかっこいいかな。そうですね、うん、まあでももう岡さんといえばっていう感じのホイールで1221でも最近頼んでねえけど、うん、今年狭がなくなったからあんまりオーダー少ないぞって言われることがなくなったから。なるほど。そう、はい、じゃあ気を取り直して、はい、でここのフェンダーも横のサイドモールも、はい、この W12 のエンブレムも全部グロスブラックに。なるほど。まあ元々は全部メッキだったとこ、元々全部メッキ、ね、うん、だからあのブラックラインスペックみたいな、はい、うん、オプションになってもこのエンブレムとかだけはメッキで残る。ああなるほど、ね、それがめっちゃ嫌で、はいはいはい、うん、ちょっとちぐはぐになっちゃいますね。そうそうそう、だからここもグロスブラックで、はい、うん、で下回りに純正カーボン。そうそうそう、下回りに純正カーボン来て、あとまあドアハンドルも全部グロスブラックで、ここそう、ここの部分、ここもメッキでやった。なるほど、うん、こことウィンドウモールもそうやったかな。ああそうですね、うん、ラッピングして、ね、そうそうそう、はい、ここもそうやって、でじゃあちょっと伊藤さんちょっと下がってもらったら、あの車高まあロアリングでねベントレー下がんないんで今の、はい、今回あのエアサスモジュール、モジュールで、うん、モジュールカーグラフィックかな。なるほど。エアサスモジュールでローダウンして、結構これは低めに設定、結構低い、うん、なんかあのなんでも不思議なんよ、下がるやつと下がらんやつがあるけど。ああなるほどね、うん、まあ、結構下がった方、そうそうそう、いい感じに下がって、ね、うん、なかなかかっこいいな、結構いかつい感じですね。そう、まあまああんまりベタベタすぎるとね、はい、このちょっとこうタイヤの見え方的にも綺麗なぐらいがいいかな、そんなにベタベタにする車でもないしなって、うん、はい、あとはほんまにこのね伊藤さんちょっと撮ってほしいんですけど、僕ねここがめっちゃ好きなんですよ、プラスパのここ、こうプレスラインがここなのとこ、これ入ります？それかっこよくないですか？かっこいいですね、手相みたいですね。違う違う、手相じゃない、怒られるよ。見えます？このプレスラインめっちゃ好きなんですよ、こうシューってきてふわって消えたらここからシューっていっててめっちゃ好きなんで伊藤さん笑うとるんですか確かにめっちゃ綺麗ですね。そう、これがなんかあのなんやろ、セダンでここまでこんなプレスラインって見たことないな。なるほど、うん、やっぱこれかっこいいな、はい、そう、ごめんなさい、話ずれちゃいましたけど、でまあリアが、リアも同じ1221でこっちの方があのコンケーブ結構確かに、うん、そうですね、取れとるんで、うん、まあまああのスラ具合もいい感じで、お、うん、ビチビチですね。あんまり甘いと会長に怒られるけなるほど、もう会長好みな綺麗なスライプで、綺麗なスラで、うん、もうオフセットデータもねベントレは完璧じゃけ、いい感じでございます。はい、でこのフライングスパーがそのファーストクラスパッケージ、はい、このエンブレムついてる、なんか600万か700万ぐらいする、730万ぐらいするファーストファーストラインスペック、ファーストラインスペックやったかな、ファーストクラススペック、ファーストラインスペックかな、まあなんかあのいろんなオプションが込みになってるやつ、はいはいはい、マリナーだったりとか、うん、いろいろまあもうパッケージに含まれてますよっていう感じので、あえてこれは塗らんかった。ああそうですよね、そうこれ塗るとなんかチャッチくなるなと思って、はいはいはい、うん、そう会長もなんか塗るの塗らないのって言って、ま、こう
これは乗りたくないな。なんかスモークにしてもちょっと嫌やなと思って、はい、これだけ残した。そのまま残してる感じ。そう、あえて。うん。なるほど。あえてこれ残しました。こだわりポイントですね。そう。で、じゃあリア周り。はい。はい。で、まあリア周りが同じこう純正のカーボンのオプション、あ、はいはいはい、ホイールとリアディフューザーがついてて、はい、で、ここのテールの周り、はいはいはい、テールの周りとこのモール、モールとあとナンバーのそこも、そこも変わってて、あとマフラーカッター、はいはいはい、ここを全部グロスブラックにして、はい、で、あとエンブレムかな。ああ、なるほどね。ここもメッキでしたっけ？そう、メッキ。なるほど。ここがその横の W12 とかと一緒で、はい、まあ、なぜかメッキのまま残る。うん、なるほど。だったら、まあさすがにこの B マークは塗らへんけど、はい、うん、グロスブラックでこうまとめて。なるほど。統一させてあげる感じで。そう。の方がまあまとまっとるしなって。はい。一応そんな感じで、さらっと、さらっとお仕事をしようフライングスパーです。なるほど。はい。さらっとしてますけど、うん、まあまあまあ、まあ、ちゃんと手加えてて、まあ、で、そうですね、皆さんちょっとやりがちな、ここまでやるとテールのスモークってなるんですけど、はい、うん、個人的にこうスモークペイントを嫌いっていうのもあって、はい、うん、なんか塗るとちょっとね、いかつさは出るんですけど、はい、なんかちょっとね、高級感、その車のイメージにもよるけど、今回も塗らんとこう、なるほど、いやもうテールそのままで、そう、まあね、これでもしリフレクターとかも他についとったら考えたけど、あ、そうですね、うん、赤があんまりあってもな、そうですね、まあテールだけ、あ、本当ですね、リフレクターもついてないですよね、そうそうそう、だから他の車みたいにこの辺になんかリフレクターとかついとったら、まあちょっとスモークかけてもいいかなと思ってんけど、なるほど、まあ、フラスパやったらもうここだけでいいかな、かけ、今回はもう何もせず、うん、何もせず、なるほど。です、はい、というわけで、まあ、今回、はい、いつもの会長の会長様の、はい、新しいニューマシン明日納車です。あ、なるほど。まだ乗ってません。なるほどね、はい、もう仕上げてからっていう感じですね。そうそうそう、はい、ボンドチャンネル撮りたいんで納車1日ずらしてもらってそうで、まあ今回もそのちょっと撮りたいんですよね、フラスパー、あー、いいよいいよで、まあ、ちょっとお腹空いてるんじゃないで、 LINE でケンタッキーのパーティーバーレルが LINE ギフトで届いて、うん、もう多分4回目ぐらいかな、ケンタッキーもらったなるほど、もうかいちゃんスーツが合わなくなるんで、そろそろ、はい、ちょっと体型的に、はい、まあ、まあ、今回そのフラスパ買ったのも、かいちゃん前にミュルザンヌ乗っとったんや、うん、ミュルザンヌスピード、はいはいはい、ハイパーフォージド入れて、はい、乗っとったんやけど、まあ、ミュルザンヌ手放して、レイス、あ、ゴーストか、ゴーストとレイス買って、はい、ゴーストシリーズ2を現行ゴーストに変えて、はい、で、まあ、今回レイスとフラスパが入れ替えないけど、未だにミュルザンヌスピードが良かった。あ、なるほど、うん、なんかあのエンジンってもうミュルザンヌしか乗ってないし、はいはいはい、あの感じが良かったから探してって、ちょっとずっと探しとんやけど、まだいい個体に出会ってな。なるほど。で、まあフライングスパーは今までなんか眼中になかったらしい、会長の中で、眼中になかったんやけど、はあ、まあ今回のいいらしいし乗ってみようっていう感じで今回、あ、買っていただいたよ。そう、まあフラスパー、ミュルザンヌスピードのちょうどいいの出てきたら多分また入れ替えて、なるほど。なんか、うん、ミュルザンヌスピードがなんかどうしても欲しいらしくて。なるほど。でさっき、はい、今からボンドチャンネル撮りますねって LINE してたら、はい、急にサンマルセルシオをいじるっていう話サンマルセルシオって久しぶりに聞いたな。幅広いんですね。そうそうそう、この前 LS 納車したし、あ、そうですね、LS460 の後期の、そう、あ、460じゃない、 LS600 か、600ハイブリッド、スピンドルグリル前の LS、 はいはい、もうの、あれロングでしたよね、ロングエグゼクティブもうなんかすごい、もう迷走してるけど、なるほど、まあ、なんかいろんな車触らせてもらえるのもすごいありがたい、はい、というわけで今日はベントレーフライングスパ紹介させていただきました。はい、いつもボンドチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。
それでは今日はこのあたりで、ありがとうございました。ありがとうございました。